全日本ヨー,ヨー選手権大会は競技、ヨー,ヨーの日本全国大会。通称 JN。英語名は Japan National ヨーヨーコンテス Contest。予選は1分間のフリースタイルによって行われる。各地区大会で上位に入賞した者にはこの大会へのシード権が与えられる。ルールはこれらの地区大会と共通である。また、 各 A 部門で優勝すると世界大会へのシード権を獲得する。現在の日本ヨーヨー連盟の元となる組織が現れるまでは株式会社バンダイによる JCS が開催されていた。1997年10月26日にはバンダイ主催の第1回ハイパーヨーヨージャパンチャンピオンシップが開催された。また、1998年9月13日に 自派がジャパンヨーヨーコンテスト1998を開催した。この頃はまだ私企業によるハイパーヨーヨーの反則の大会という位置づけだった。運営実行委員の長谷川隆彦を中心として日本ヨーヨーチーム連合が設立された。プレイヤー主導のコンペティティブなメーカー制限のない大会を理念として1999年12月26日に初の大会。 ヨーヨーコンペティションボリューム0時を開催した。これが事実上の現在の全日本選手権につながる最初の大会である。その後、2000年11月19日に地区予選大会を開催するようになり、2002年まで続いた。バンダイと関係の深い自派側も2001年11月4日に2001自派ヨーヨーコンテストを開催した。自派はこれ以降、 全国的な選手権は開催していない。運営ホストの長谷川隆彦、三井博則、小林則弘の3人が大会運営に関わりづらくなってきたため、2002年3月31日の全日本選手権を最後に、ユータージュは解散し、同時に日本ヨー,ヨーコンテスト委員会が発足した。石黒友也、荒牧敦氏、川田優。 渡辺と美幸の4人が運営ホストになり、ユータージュの三居広則が引き続き、運営責任者として続投した。大会は2002年12月27日のイーストジャパン大会を皮切りに2003ジャパンリーグを開催。2003年3月30日に2003ジャパンナショナルヨーヨーコンテストを開催した。2006年10月より日本ヨーヨー連盟へと移行。 現在開催されているヨーヨーの全日本選手権へとつながる。1A から 5A までの優勝者のみがヨーヨーの日本チャンピオンとして認定される。現行の大会では夏季の地区予選大会が開催されている。ありがとうございます。